仙台ガールズプロレスリング里村芽衣子。1995年ダイヤジャパンでデビュー。1回戦は JWP の倉垣翼と対戦。規格外のパワーに手こずる場面もあったが、最後はこだわりのデスバレーボムで勝利。無事2回戦に駒を進めた。戦場のエースとして絶対に負けられない里村、1周年の花向けに優勝の文字を飾ることはできるのか。フリー参戦、トヨタマナミ。1987年全日本女子プロレスでデビュー。1回戦では仙台ガールズのかなりちさ子と対戦。負傷箇所の肩を攻められ苦戦を強いられたものの、見事2回戦進出を決めた。今回は戦場のエース里村との一戦。究極のベビーフェイスを自負するトヨタにとって、そのシチュエーションは吉と出るか凶と出るか。戦場ウォートーナメント A ブロック2回戦、トヨタマナミ VS 里村芽衣子。ただいまよりメインイベントを行います。まずは青コーナーよりトヨタマナミ選手の入場です。戦場ウォートーナメント準々決勝、本日のメインイベントです。まずはトヨタマナミの入場です。さてまず鈴木さん、はい、1回戦はかなりちさ子をね、はい、一周しましてこのトヨタなんですがね、はい、体調も良さそうですね。そうですね、まあ、このトーナメント臨む前からね、うん、この里村選手との試合を、まあ、照準に絞ってきたと思いますね、はい。さあそして里村さん、はい、対戦成績今まで里村さんの1勝3敗、はい、ね、どうなんですか実際このトヨタに対する印象というのは。あのですね、今までの対戦が正直苦い思い出しかないんですね、うん、私が一番最初に対戦した時18歳だったんですけど、後、はい、楽園ホールで初めてメインに抜擢されたんですよ、うん、シングルマッチで、はい、でやっぱり試合後試合内容も結果も全く納得いくものではなくて、帰り道にお客さんから金返せって叫ばれたんですよね。あ、そうだったんですか。その言葉が私ずっと悔しくて、やっぱりトヨタ選手と対戦するときにはこのその言葉が頭の中を巡ってるので、この試合でもう払拭しようと思いました。なるほど。さあその里村芽衣子の入場です。戦場ウォートーナメント、この仙台ガールズプロレスリング負けるわけにはいきません。トヨタマナミの牙城を崩すか、里村芽衣子今入場。里村さんにとってトヨタというのは苦手意識というのはないんですか。やっぱりやりにくい選手なんですよね。うん、さあ何を思い入場してきたのか、里村芽衣子今リングインです。厳しい表情の両選手。本日のメインイベント、戦場トーナメント準々決勝、30分一本勝負を行います。青コーナー、島根県益田市出身、167センチ、74キロ、トヨタマナミ。1回戦はかなり幸子を下しまして、この準々決勝へ、トヨタマナミ。赤コーナー、新潟県新潟市出身、157センチ、68キロ、矢垣翼を下し、この準々決勝へ、里村芽衣子。さあがっちりと握手を交わしました。払拭できるか、いきなりトヨタ飛び込んだ。さあ早い仕掛けはトヨタの方、しかしリングの中。さあ鈴木さん、ちょっとびっくりしましたね。いや、これ里村選手ちょっと予想外だったんじゃないですか。今のは予想外でした、ね、カメラマンの方にぶつかってしまいました。本当ですね、仕掛けていったのはトヨタマナミです。まあ 3AW の、ね、選手権もありましたよね、対トヨタ戦は ね。さあ左手を差し上げたトヨタ、それを受けるか里村。
ブロックスの体勢から対角線に逆に送ったのは里村エルボー。仙台の地で優勝を義務付けられている里村、ファンの後押しを受けています。このメインイベント準決勝に駒を進めているのはダイナマイト関西アジャコング、そして浜田綾子。もう一つの椅子を巡りまして、この両者の戦い攻防があります。左里村、右豊田、サイドヘッドロックの体勢は里村だ。さあ足を払っていく、バックを取りました里村。何か作戦めいたものはあったんですか？やっぱり豊田真奈美はゾンビと言われてるだけあって、どんなに攻撃をしても、起き上がってくるっていうイメージがあるので、最後はやっぱり、攻撃を仕切っても、もし立ち上がってきた場合に、違う戦略を考えてましたね。例えば、ホールに持っていき方とか、関節技で決めるのか、いろんなパターンで考えてはいましたけど、それが果たして通用するのかって言ったら通用しない選手なので、まあ、あとは自分の感覚に任せてました。ああそうですか。この辺りです。クロスショップですか今、鈴木さん。そうですね、やってもやってもその立ち上がってこられるって一番嫌なんですよね、やってる選手としては ね。なんでこれが決まってんのにその立ち上がってくるんだろうって言うと自分の気持ちがね、やっぱりどうしても押されてしまうんでね、その辺トヨタ選手はね前女時代からね、非常にその当たりが強い中でやってきましたからね、やっぱりねその辺ねこの肉体にね、あるその受けの強さっていうのありますよね。確かにそうですよね。百戦錬磨豊田真奈美。さあお、さあそしてセコンド陣に対しましてもまるでもう挑発をしております豊田真奈美です。そしてファンにはさあ鎌固めだ、鎌固めの体勢に入りました豊田真奈美。足を完全にフックさせておいてご覧の鎌固め。里村さん、改めて見ますとやはりトヨタ攻めがうまいですね。うまいですね。序盤でまずペースをつかまれるので、自分のペースに持っていこうと思ってたんですけど、ちょっともう持っていかれてますね。もっとね、しかし3年半前にねようやく初白星、その後の試合はねちょっと経路の違ったね試合でしたから、これはカウントしないとしてもね3年前のいいイメージをねまた呼び起こしたいところではありますね。さあしかしトヨタの攻めが続く、今度はどうだ。さあおここで万事ですか、万事がためだ、万事がため、いろんなレパートリーを持っているトヨタ、万事に入りました、万事がため。鈴木さん、ちょっとこの状態ですと里村若干押されてますかね。そうですね、これをね、どのようにこう耐え切ってその攻めに転じるかだと思うんですけども、その豊田選手の場合こう攻め疲れっていうのがちょっと、ないんで、どこまで攻めても自分のスタミナが、劣れない人なんで、その辺他の選手と戦う時とはやっぱり感覚が違うと思うんですけどもね。そうですよね。どうすれば一体この、スタミナを、その奪えるのかなっていうふうにやっぱ考えちゃうと思うんですよね。なるほどね。無尽蔵のスタミナと言われていますこの豊田真奈美。さあ今度はローキック、さあ足から崩すか、足から崩すか、下半身から崩して今度はさーて今度はコブラツイスト、万事に対しましてはコブラツイスト、あばら折り、そしてグラウンド。さあ複合技に入りました、サブミッション決めていきます。実際トヨタやはり体柔らかいんですか？柔らかいです。決まったという感触はあまり味わえないんですか？あまりなかったですね。うまくずらされました。なるほどね。うまさを見せます。一旦間を取りますトヨタ真奈美。場外で呼吸を整えます。リング内は里村。リングの外トヨタ。さて自分の間を取って呼吸を整えてリングの中に入らんとしております。
今のでね、振り出しに戻っちゃいましたね。そうですよね、呼吸整えましたからね。ちょっと自分で誤算だったのが、体重を落としすぎたんですよ、この試合に向けて。30分引き分けだったら、はい、やっぱり体重の軽い方が、勝つので、はい、もし引き分けた場合に勝たなきゃいけないなと思って、体重、ウェイト減らしてたんですけど、はい、やっぱりリング上に立った時に、すごく、2キロぐらいでしたけど、なんかこう自分の体が軽いなと思いましたね。あ、なるほどね。これは鈴木さん難しいところではありますよね。そうですね、まあ、相手が自分より重いとやっぱり自分の体重もあった方がいいんでしょうけどね。ただ動きとかスピードを、ね、優先する場合は自分の体重は当然、ね、減量した方がいいわけですから ね、 そうですよね、まあ、どっちを取るかという感じですけどもね、ただどうしても相手がトヨタ選手となるとスタミナ勝負になると思うんで、それはやっぱりこれ、まあ、結果的にはその体重減らしたのは間違ってなかったと思うんですけどね。さあトヨタとプロープの上、おー、プレスですが、しかし膝が待っていた。ここはよく読んでいた。ここから形勢逆転となるのか。さあ DDT 若干滑ったか。里村さん、その前にかなり首をきちんにしてましたよね。 DDT やられたので、ね、やり返しました。目には目をの攻撃、そして蹴りが入りました。この蹴りは効果的です。背中から背中への3連発。髪の毛をつかんだ。さあここから投げに行くか。どうですかね、その何かこう吸収されてしまうようなものってあります？トヨタってなんとなくこう見ているとね、相手の力を吸収してしまうような感じにも見えるんですがね。そうですね、ブレンバスターです。まあ、一つは体が柔らかいことでですね、やっぱりこうダメージを最小限に食いとどめるってのはあるでしょうね。うん、まあ、体が硬い人ほど怪我しますからね。そうですよね、それも長所の一つ。さあ釣り天井に向かいます豊田真奈美。お、そして爪を取っているんでしょうか。さあここからです。さあ出るか。釣り天井にもらうロメロスペシャルだ。うわ、高いですね、これ高いですね。さあここは完璧にこれ決まってしまった。里村ピンチ、そしておお、ご覧のようにこういったシーンはあまり見られませんがね、鈴木さんね、足が長いトヨタならではの攻撃、これ効いたでしょう。効きましたね。かなりのダメージだ。腰のあたり、やはり爆弾を抱えているその腰、照準を絞っていったようです、トヨタ。さあセコンドの若手たちも劇を飛ばします。首腰ですね。さあ中に入るタイミング、これ重要です。仁王立ちはトヨタ、中に入った。しかし攻撃の手を緩めない。ここはどうだ、おっと、エルボーだ。カウンターで決まった。これをかわし、さあここからローリングクレイドル、得意のローリングクレイドルだ。ユリース固め、ローリングクレイドル。さあここでまだまだ回すのか。まだ回している。栄光感覚が失われる。どうだ、抑えて、カウント2、カウントは2カウント。鈴木さん上手いですよね、はい、相変わらず ね、 そうですね。先ほどリングで待ってる時休んでんじゃないって言いましたけどね、先ほど自分はね、リング下でね息整えといてああいうこと言うわけですからね。おお、ドボンサルト。しかしこれは自爆、一進一退だ、一進一退。さあデスバレーだ、これも読んでいた。おエルボースマッシュ、下から突き上げた。さらには2位が入る、首筋に入りました。さあ今度はセカンドロープ、しかしトヨタが、おっと、これ腰からしましたね、今ね、来ましたね。うわ、さあこれはつらい、これはつらい。トップロープに上がる、トヨタが上がる、トヨタがフランチャーだ。トヨタのプランチャー、
あ、この辺りのペースはトヨタのペース。思いっきり今床に頭打っちゃったんですけど、ね、あ、そうですか。受け身取ればよかったんですけど、その前に腰、そして今後頭部、大ピンチ。里村ボディスラム、さあすぐトップロープだ。もう一度のインサイド、これが完璧だ。さあ決まったか。カウント2、カウントは2カウントです。カウント2。鈴木さん、はい、ここぞという時のトヨタの攻めは早いですね。まああれがね、集中力のなせる技ですよね。そうですね、はい、長期にいかにね、その自分のね、力を最大限にね、出すかですからね、プロレスはね。さあここはアームブリーカー、これは何を意識したのアームブリーカーだったんですか。とっさに出たんですかね、無意識に。さあ腕好きだ、関節技をじっくりといかないと、うん、動きが止められないので、これ合間合間にこういう動きをしないと、さあ腕好き、十字固めだ。相手の腕、長い腕を取ります。さあここはどうだったのか、この時の感触はいかがでした。覚えてますか。どうだったんだろうな。さあ里村が攻めるか、あーっと、うわー、このビッグブーツ、強烈顔面を捉えた。鼻っ柱でしょうか。トヨタのこのスタミナ、今度お返し、やればもう、やられればやり返す。さあ巻きついて腕しげ十字が止める。なんとかそのポイントをずらそうとするトヨタ。ロープに近いところ、まだ完全には決まっていないのか。足がロープです、足がロープ。さあ里村チャンスを迎えている。首を少し気にしている里村、蹴りが入った。もう一度、おお、張り手です。ローキックに対しては張り手で返していくトヨタ。さあ今度は左円髄、猛髄に響いた円髄。さあここはチャンスだ、ここはチャンス。トップロープの上、トップロープの上、さあ今上がる、距離を確かめてミサイルキックも流そう。立ち上がった、この辺りがゾンビたるゆえんだ。払って、さあジャーマンの投げっぱなし、これ強烈。里村も立ち上がる。さあローリングソバット、溝口を捉えたのか。さあ今度は何を狙う、投げに行くトヨタ。激しい一戦がメインイベント、準決勝へのもう一つ最後のミスをかけて、セカンドロープから里村芽衣子、しかし右の張り手、トヨタが上がる。トップロープ、トヨタが行く、後ろから、これも強烈だった。水村も声をかけるが、どうだ、フォールはカウント2、カウント2です、カウント2。まあ鈴木さんが言われたようにトヨタのスタミナはすごいですね、これ。そうですね、いやこの時間帯でね、これだけボンボンね、飛べるわけですからね。本当ですよね。里村一番厳しいその時間帯かもしれない、どうだ、ベルが入った、ロープに送る、お、隙間を与えませんでした。さあデスパレーだ、決まったぞ。さあここはどうだ、抑えます、カウント2、カウント2、ここは見事に決まったんですがね。さあ里村チャンス、里村チャンス、拳を作った里村、あっとかかと、ジャンピングかかと落とし、それでどうだ、これでどうだ、カウントは2、カウントは2です、カウント2。15分経過です、中身の濃い15分間。さあバックを取る、バックを取って足をフックさせるがどうだ、強引に引っこ抜いてジャーマンスープレックスホールド、どうだ、あー、ツーツー。鈴木さん、あの体勢から引っこ抜くんですよね。里村さん、首は大丈夫でしたこれ。
さっきの後頭部キックからですね、多分自分の記憶がないと思うんですよ ね、 飛んでますかね。ここら辺の動き覚えてないので、あ、飛んでしまったかもしれない。さあもう無我夢中、体の敵が反応している。さあブレンバスター、ブレンバスターだ。投げ切りました里村芽衣子、抑えてどうだ。あ、ブリッツでこらえます。カウントは2カウント。里村かそれともトヨタか。かなりのダメージが首にあるようだ。先に立ち上がったのは里村。足を取る、そしてコーナーへ。さあジャパニーズサイクロン狙いますが、うまく切り返した。どうだ、ちょっと崩れた。強引に抑えますがカウントは2です。カウントは2。飛び込む、さあバックを取って、岡田もジャパンか。いや、ここはどうだ。カウントはホート2。カウントは2。クロスアーム式でしたね。そうですね、スープレックスを多用していくトヨタマナミだ。里村選手多分この時点で意識飛んでると思うんですけども、よく返してますよね、これね。無意識で返す。さあジャパニーズオーシャンサイクルスープレックスを狙いますが、オーバーヘッドキック、肩口へでヒット。里村がオーバーヘッド、これはクリーンヒットです。クリーンヒット、さあスコーピオンライジングだ。これでどうだ、抑えてカウント2。残されたカウントは2カウント。覚えてますか、この瞬間、瞬間は飛んでたんですかね、やはりね、飛んでますね、無我夢中です、両選手無我夢中。クイーンビーだ、ジャパニーズオーシャンクイーンビーボム。さあこれは決まったぞ、どうだ2。あ、ここもブリッジでこらえた。カウントは2カウント。一進一退です、一進一退、名勝負となっています。大技の波状攻撃、共にカウント2で返している。鈴木さん、はい、この両者苦しいところですよね。そうですね、さすがにトヨタ選手もここはもう苦しいところですね、はい、さあレスパレーを狙う、レスパレーを狙う、リングの中央。カウントはどうだ、ワンだ、カウントワン。うわー、またしても立ち上がるんだ。もうワンで返された時にもうこれ以上やってもダメだと思いました。おー、水面からからマヒストラル、マヒストラル、これでどうだ、抑えてどうだ、ツー、スリー、カウントスリーきました。18分40秒、一瞬の丸め込み。